こんにちは、アブラミー長男です。うっす。はい、今日はマスクマンで登場ですよ。今日はね、例によって、業務スーパーにね、食材を、職場に置いておく食材を買いに行ってきたのでね、こんなものがこんな値段で売ってますよというね、ご紹介させていただくコーナーです。まあ僕がね、普段どんなもん食べてるかとかね、そんなワンポイント的なこともお話していきますんで、よかったらご覧ください。今日もね、ワークマンのね、2ウェイトートバッグ、ね、ポケットブルライト2ウェイトートバッグでね、行ってきましたよ。このカバンね、もうほとんどワークマン、ワークマンじゃないわ、業務スーパー行く買い物専用になってますね。ちょうどね、薄くて軽くていい感じなんですよ。しっかり入るし、丈夫だしね。2000円でこれだったらもう全然いいと思いますよ。まあそんなこんなでね、たっぷり入っております。今日もね、ご紹介していきますんで、ついてきてくださいよ。まずはこれ、ドーンね、ふっくら柔らか薄揚げね。何枚入ってるんだろうこれ。4枚かな。5枚か。5枚入っておりまして、お値段58円。これね、どうしようかっていうとね、いつも買い置きしてます、カレーありますね。宮城製粉さんの、5袋入って、275円ぐらいの美味しい大盛りカレーね、300g 入ってるやつ。あれをね、食べるときにこれ細く切ってね、入れてね、食べようかなと、具材にしようと思ってます。私が通ってましたね、大学、の学食がね、カレーうどんよく好きで食べたんだけど、そこに揚げさんがいっぱい入ってたんですよ、細切りのね。これが合うんですわ。それをね、これでやってみようと思います。はい、次、ドドン。ちょっと大きなお豆腐ね、ちょっと大きめのお豆腐かね、絹ごし風ということで、これも定番ですね。私糖質オフダイエットしてますんで、主食代わりに食べております。これ 450g ででっかいんですよ。これがね、お値段68円ね。糖質オフしつつお腹を満たそうというね、くにくる策でございます。はい、次、せーの、ドーン。クラコン塩昆布帳、まあ、白昆布帳じゃないかね。クラコン塩昆布ということでね、これ大容量のバージョンですね。これなんとね、 145g 入ってます。普通だいたい 50g とかそんなんだと思うんですけど、まあ通常の3倍もしくはそれ以上入っておりまして、これがお値段398円ね。まあ高いのか安いのかよくわかんないけど、多分ね安いと思います。普段買ってたやつはこういうチャックがねついてない袋でちょろっと入ってて、それでも100円以上したような気がするんでね、うん。これ何に、使うかっていうと、今からお見せする商品で使えます。はい、次、せーの、ドーン。ボリュームたっぷり玄米がゆです。これ割と最近、リピート買いしておりますね。これおかゆね、いろいろ種類あるんですけど、ついでにいきましょうかね。もう一個買いました、ドーン。ボリュームたっぷり梅がゆ、これ初めて買ったんですけどね。まあシリーズいろいろあるんですよ。他卵がゆ買ったことありますけど、卵がゆもあるし、なんかもう一個ぐらいありましたね。で、まあ、このおかゆさん食べるときに、まあもともとね、食塩ほとんど入っ、塩味か、塩味がねかなり薄いんで、ほとんど入ってないんで、自分で塩振って、まあ、中華がゆ風にそのごま油かけたりして食べてたんですけど、まあこういう塩昆布入れたらね、塩気だけじゃなくって昆布のうまみも出ますから、そっちの方がうまいんじゃないかなと思ってね、こういうおかゆさん食べるときに入れてみようかなと思ったわけです。うん、でこれね、プレーンのおかゆさんよりちょっとこの2種類は若干値段上がるんですけど、でも安いんですよ。これがね3袋入りまして197円ね。だからね、1つ66円とか67円とかそれぐらいになると思うんですけど、
まあ 300g 入ってるレトルトがその67円っていうのはもう安いんじゃないかなと思って、うん、これね、あの玄米プチプチして食感よくて美味しいですよ。でこっちはね初めて買うんで分かんないんですけど、まあ梅味がちょっとついてると、梅がそのままゴロンと入ってるのか梅味がついてるのか分かんないですけど、まあ、いっぺん食べてみようと思いました。糖質オフやってんですけどね、これ 300g なんですけども1袋あたりの炭水化物量がね 23.6g ということで、まあ24と考えて、角砂糖6個分ですね、うん、いいと思いますよ。チンするご飯300食べると確かね、200で60ぐらいだったから、まあ90かな、ざっくり全部 300g がご飯だと 90g 糖質になりますんで、そうなるとね、そうすると角砂糖22個分ぐらい糖質取っちゃうことになりますんでね、まあまあ6個分ぐらいだったらいいかなと思うわけです。私貧乏してますんで口にのりする生活、ここをしのぐ生活ということで、おかゆはね貧乏人にぴったりの食材じゃないかと思います。ガチョーン。はい、次もう最後かな、せーの、ドーン、膝軟骨から揚げってこれね一回うちで買って食べたことあって、まあまあ気に入ったんですけど、これね電子レンジでもいけるっていうことなんで、一回ね今職場で電子レンジしかないんですけど、電子レンジで作ったらどんな感じなのかやってみようと思って買ってみました。大概ね業務さんで置いてるこういう冷凍から揚げはね、書いてる通りその揚げ直すか、オーブントースターで焼くかだったんですけど、まあ、電子レンジでどこまでできるか見てやろうということで、これがねお値段278円、ね、こんなおつまみみたいなもん買ってどうすんだ昼からっていう感じなんですけど、いいじゃないたまにはということで、これだけ買ってみました。はい、じゃあ気になるお値段、合計金額がね税抜きで1196円、ね、税込みでね1291円でした。はい、はい、今日買ってきました食材の集合写真です。まあ半分ぐらいはねリピートしたことある、これはもう何遍もリピート、これも何遍もリピート、これ初めてだけど、まあ同じね種類のバージョン違い、これは2回目ですけどね、これもね1回買ったことあると思います。まあ、これはもともとねこんな大きいの買ったことないけど何遍も食べた味ですから、まあ初めて食べるってものはないんですけどね、まあ今回は安定のリピート買いの商品で固まったといったところでしょうか。まあこんだけ買い込んでね、1300円でお釣りが来る、税金込みでも1300円でお釣りが来るといったところで、やっぱり業務さんいいなと思いました。じゃあ今日のお昼ご飯はね、豆腐と切った揚げに買い置きのカレーをかけたものを食べて、これをつまみたいと思います。で私は今からお昼ご飯食べますんで、皆さんとはこの辺りで、それではまた、ガチョーン。